半戦です。今回の振りはショーケースの中での締めの部分です。結末の作り方はとても大事だと思っています。振り付け自体は12/8、まあ、前半は少し詰まっていますが後半は少し緩やかな振り付けなのでそんなに難しくないかなと思います。では早速振り落としをしてから後半に構成の作り方で意識したところなどを共有したいと思います。ではよろしくお願いします。細かい説明はせず本当に振り落としだけ長いのでささっとまず1で両足ジャンプ2の時に右足を引きながら後ろに下がります。2そのまま右足を前で
すごく振りがあった時に相手に伝わりやすいっていうのと、勢いが出るので、そういう時に私はジャンプの振りを入れたりしています。音数も少しずつ減っていくので、こう物語が終わっていくようなイメージで動きも音に合わせて減らしていくっていうような表現をしています。で、最後の振り付けは本当にシンプルですが、前後左右に動いたりしながら変化を持たせつつ落ち着いた状態に持っていくっていうような、丁寧に音カウントを取っていくっていうところがすごく大事だなと個人的には思って意識をしています。ではその点を踏まえてちょっと音でやってみたいと思います。皆さんにとって少しでも作品作りの参考になっていれば